イエスとニコデモヨハネによる福音書3章16節は、キリスト教聖書、新約聖書のヨハネによる福音書の参照16節の文章で、聖書の中でも引用される機会が多い文章である。聖書全体を一文で要約するとこの文章になるという意味で、ミニバイブルと呼ぶ人たちもいる。ヨハネによる福音書の第3章第16節を引用すると、 この文章は、ヨハネによる福音書の第二章で、イエス・キリストの最初の奇跡と言われる、カナの婚礼があり、また杉越し主中のエルサレムの神殿で、証人たちを追い出した後、次の第三章で、イエスの宣教の比較的に初期のこととして書かれている。第三章前半では、ユダヤ人でもファリサイ派に属していて、議員も務めるニコデモが登場して、彼はイエスの比較的理解者で、 イエスに、いくつか質問をする。それに対して、イエスが答えた中で、上の、第3章第16節の言葉を語られる。第3章後半では、先例者、ヨハネの話が続く。新島城は、これは、新約聖書の富士の山、富士山であると言い,い、マルティンルターは、これは、聖書の縮図、また小先福音書である、と言ったという。 世界の様々な言語で翻訳が行われているが、意味するところは同じである。ありがとうございます。